はい。えー、こんにちは。11月の1日、木曜日の日帰り竹部でございます。えー、今月もよろしくお願いいたします。えー、さてですね、本日の東京外為市場、ドル円相場でございますけども、まあ、1ドル80円水準を、ま、巡る攻防戦というような形で推移しておりました。さてですね、ちょっと前でございますけどもね、まあ、先週の木曜日になります。えー、この1ドル80円65銭水準というのがポイントになりますという形、えー、お話をですね、えー、まあ、こういったチャートなどを使って日帰り竹部でご案内させていただいた経緯があるんですけども、その 80円65銭の、まあ、が大きなポイントになるよという申し上げた、えー、背景と、まあ、根拠というのは何かと申し上げますと、えー、フィボナッチリトレースメント。 での、まあ、ちょうど、はえー、こちらの5、えセン0戻しでございましたかね。えぇ、ー、高安での50%戻しが8円の65銭だってあること。そして、二つ目が週足一目均衡表での雲を抜け切ることができるのかどうか。そして、2009年からの下降線がずっと上年を抑えているというようなところで、8円の後半から81円。要は8円の65銭水準が大きなポイントになるんじゃないでしょうかね。というふうにして申し上げたんですが、さて、今回、えー、米国の雇用統計を明晩に控えてですね、ちょっとこちらのタイトルで 今回ご案内させていただこうかと思います。10月の騰落率と米雇用統計の、米雇用統計の焦点と題してお送りさせていただきます。ちょっと今噛んでしまいましたけども、左側の騰落率は要は何を申し上げたいかというと、10月は、残念ながら南アフリカランド園だけはですね、プラスに転じましたが、ざっくりと、 パッと見ていただければわかると思います。えー、ドル円もそうでございますけども、まあ、こちらの方も含めてでございますけども、円安、円売りになったというのが上のところで示されている当落率から見れられる、えー、10月のセンチメント。まあえー 動きであったというところです。さて、その下のところでございますけれども、米ドル、カナダドルや、もしくはユーロドル、これすべてですね、ちょっとまちまちでございますけれども、ドルが全面的に強ぶくんだというわけではないよというところが示されていると。つまり、10月の投落率を見る限りですと、ドル円相場、ドルが買われて円が売られたという形になりますが、あくまでもですね、ドルのセンチメントは変化がなかったと。 円安、円売りというところでドル円が上昇したというところもですね、指摘可能だというふうにして私は考えております。さて、そういったところで、えー、明晩の米国雇用統計が、まあ、当然注目されてくるわけでございますけれども、えー、前回、これは10月の5日のアメリカ雇用統計の時の動きをですね、ちょっとご確認していただければと思いますのは、このチャートでございます。えー、ポジティブサプライズで予想も全部、 ひっくり返すというか、おーというようなポジティブサプライズになりました。えー、3年に8ヶ月ぶりの7%台に雇用統計、失業率は低下したというところで、非農業部門の数字は変わりませんでしたけれども、ポジティブサプライズになったという経緯がございました。で、今回でございますけれども、またこの、 失業率が今度は逆に悪化するというような見方。7.8%から7.9%に今度また失業率が上がっちゃうんじゃないかというような見方もあります。ただし非農業部門の方は11.4万人ぐらいから今度は12万5千人ぐらいまでまた増えるんじゃないかというようなところで、いろいろですね、観測が乱れているわけでございますけれども、結論から申し上げますと、先般の時には、 米国の雇用統計が終わった後に、コロンブスデーと、そして体育の日というところで、日米ダブル休日というところで、じりじりと、 この後はですね、えー、失速していった経緯がございました。さて今回の米国雇用統計、ポジティブになるかネガティブになるかは別でございますけども、当然3、40銭幅ぐらいの乗り代はあるという前提でですね、ぜひご留意していただくならば、先ほど申し上げました、1ドル80円水準での現在の工房というところで見た場合は、当然、えー、 上値試しをした場合は、先ほど申し上げました。今後の分水嶺となりうる82の6 5 0水準もしくは81円に向けたところでのアプローチというものが非常に重要になってくるというところで、まだ11月始まったばっかりでございますけれども、12月はどうしてもですね、クリスマスシーズンという形になりますので、ある意味今年最後の勝負どころになる可能性もあるかもしれません。十分ですね、ドル円相場の勝負どころ、こちらの方はですね、十分リスク管理も の念頭に置いていただいて、お取り組みをしていただければというふうにして思います以上、11月の1日木曜日の日替わり、竹部でございました。